ミルタンクです。茜はやばかったですね。 HP が減るとミルク飲みで回復する、それはずるいですね。転がるを使うじゃないですか、茜って。で転がるって使うたびに威力が増すんですね。転がる1回受けちゃうともう後戻りできない感じになっちゃうんですよ。マグマラシの煙幕で命中率を下げながら持ってって、そっから反撃します。任天堂 DS ポケットモンスターハートゴールドソウルシルバー。手持ちポケモンは白龍、電龍、爆風、ヌオウ、カモネギ、王たちです。やっぱりそうなっちゃいますね。あ、またこいつらで戦ってるんだ俺みたいな。なんでですかね。いや意識はあんまりしてないですけど、気づいたら懐かしいみたいな、そんな感じにパーティーになってましたね。当時使ってたポケモンがまたいたっていう懐かしさが、任天堂 DS ポケットモンスターハートゴールドソウルシルバー。大変でした。ルギアも 2,3 時間はもうボール投げ続けて、倒しちゃうともうまた捕まえられないと思ってたんで、スーパーボールだったりいっぱい投げてましたね。すぐ逃げちゃうじゃないですか、エンテイとライコウ。黒い眼差しで逃げられなくして、本当にそのまた時間かかりましたね。伝説が金銀の時はもう諦めました。もう、全然見つかんないや。任天堂 DS ポケットモンスターハートゴールドソウルシルバー。昔はもうガンガン攻めていくことしかしなかったんですけど、使い方の正しさを知ったっていうんですかね。例えば日本バレとかこういう使い方があるんだなっていう。爆風雲に水に弱いんでソーラービームを追いさせて日本バレやれば一発で出せる。昔は昔で育て方は楽しかったんですけど、戦略もちゃんとあるんで、まあ、そういう知恵をつけて、はい。任天堂 DS ポケットモンスターハートゴールドソウルシルバー。